臭いことをいかにやらないように生きていけばいいかっていう思考にならない限り黒字に転換しないって話。ああそうですそうです。あまさにその通りです。それが一番お金持ちとお金持ちじゃない人の境を分けるのはそこなんですよ。ほーはい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 。でもお金持ちの人がお金持ちじゃない人に何と教えるかっていうと、お前らちゃんと面倒くさいこともやんなきゃダメだぞって教えるわけですよ。なるほどなるほどなるほど。でお金持ちじゃない人が、いやこれすごい嫌なんだけど頑張んなくちゃいけないんだよな、うん、お前なんでそんなのやってんだよ、いやでもなんとか先輩はこれであの嫌なことをやるべきだって言ってたんで、って言ってなんか次第に結果人口の8割から9割が面倒くさいことをやるべきだっていう考え方になってるって。で1割の面倒くさいことをやらないっていう人が笑ってる、それだけなんですよ。なるほどね。面倒くさいこと嫌なことをしないとお金がもらえないっていう刷り込みがされてるっていう。そうですそうです。あでその面倒くさいことが嫌なことってのは、例えば、うん自分が野球がすごい好きで、はいはいはい、キャッチボールが例えばすごい好きで、うん、友達とキャッチボールする時間、これ全然コストじゃないんですよ、うんうん、楽しくやってる、はい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 、っていうのを増やすべきなんですよ。じゃあ例えばそれで言ったら自分の例えば走り込みが嫌い、うん、だからその走り込みをしないってことですか。例えばどういうこと。走り込みが嫌いだったら走り込みしなければいいんじゃないですか。あでも走り込みしないとあのプロ野球選手になれないと思ってるんですけど、うん、で走り込みしなくても全打席ホームラン打つぐらいの能力があったらプロ野球選手絶対なれるんですよってことですよ、ね、っていう方法さえも探そうとしないで、あいや走り込みも嫌だし、はいはいはい、いやプロ野球選手にもなれないしそれは普通の人の考え方なんで、あなるほどだからほぼ全ての人はプロ野球選手になれないってわけなんですよ。なるほどなるほど。走り込みをせずいかにホームラン王になるかっていうところを考えれる人が結果出るってことですね。まあその場合で言ったらその場合で言ったら、はい、あなるほどなるほどなるほど。だからマーク・ザッカーバーグとかは、うん、あの映画でもありましたけど自分は持てない、うん悔しい、だったらこっちのフィールドで結果出してやろうっていうことじゃないですか。うんモテるっていう勝負をやめてこの IT っていう勝負に切り込んだわけですよね。ああなるほどなるほどなるほど。だから走り込みをやめてホームラン競争で勝つっていうことだけに専念したんですよ。ああなるほどなるほど。でも世の中の風当たりやっぱり強いんでそんなうまくいくわけないよ、うんうんうん、ってなるんですけど、うんまあ、もちろんそれはそうなんですよ。はい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 。じゃあまずそのお金持ちになる第一歩みたいな話で言ったら自分が何に面倒くささとかコストとか感情がネガティブになるかっていうのをまず自分の中で分かる人があるところですね。まあ、半分あってるんですけど、はい、お金持ちにどうやってなるかって言ったら、うん、まずは人を喜ばせろってことです。ああはい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 、はい、そっちが先で要はやりたくないことをやらなければいいっていう話じゃなくて、うん、人を喜ばせればいいってだけの話なんですよ。ほう一番良くないのは人を喜ばせることもできない、うん、やりたいこともやりたくない、これは生活保護でいいじゃないですかなるほどね、はい、なるほどなるほど。そう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 。で人を喜ばせることをする時に、うん、自分がネガティブになることがあるんだったらそれをしないようにするってことですか。そうです。ただ根本的に人を喜ばそうとしたら面倒くさいことがないんですよ。ああなるほどなるほどなるほど、はい、なるほど。わ吉岡さんになんかどんなプレゼント買ってあげようかな本当に喜ばせたと思ってたらそれさえ楽しいじゃないですか。はいはいはい。プレゼント買うのめんどくせえなってはならないってことです。そうですそうです。あだからそもそもなんだろうそのめんどくせえとか言ってる時点で稼げないですよ。あーなるほど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 。何かはやっぱ使わなくちゃいけないわけじゃない、はいはいはい、頭を使うのか体を使うのか、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。でまあ結論はあの人を喜ばせるつもりもない、うんめんどくさいこともやりたくない、日本でよかったですねいや僕は本当にそれは思いますよという感じで、今回はありがとうございました。ありがとうございます。